住職千葉賢治音楽法話。この番組は僧侶でミュージシャンでもある私千葉賢治が素敵な名曲を仏教的観点で掘り下げていき、心がスーッと楽になる、そして元気になるような音楽法話番組です。番組の中で法話がイメージできるように私自身がサックス演奏も行っていきますからね。また特別な御朱印のプレゼント応募なんかもありますのでね、お楽しみに。改めまして聖息寺住職千葉賢治です。薫風、風香るという言葉があります。まさに若葉や花の香りを漂わせ、吹く風が気持ちの良い季節になりました。有名な禅語に、薫風南より来たるという言葉があります。心地の良い春の風に、禅の本質を表した禅語ですが、この薫風南より来たるのように、この音楽法話が皆様の心のわだかまり、不安、執着がスッと晴れるような、そんな心地よい風のような番組になること、そのようなことを願うばかりです。さて今日仏教的観点で掘り下げたい曲は中島みゆきさんの糸です。多くのリクエストをいただいている曲ですが、掘り下げてみましょう。歌詞の冒頭に、なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らないとあります。本当に巡り合わせというものは不思議なものです。なぜ私たちが家族なのか、夫婦なのか、友達なのか、なぜこのように巡り合うのか。仏教ではこれを因縁と言います。前回の放送でも少し触れましたが、因縁。因縁と聞くと、なんだか悪い意味を連想しませんか？因縁の対決だとか、因縁をつけるとか。ですけども、因縁とは仏教の言葉で、すべての結果には必ず原因があると、お釈迦様が説かれた教えなのです。この因縁という漢字を分けて考えると分かりやすいのですが、因縁の因、これは原因の因です。すなわち意味としては動機づけということなんですね。そしてその後につながる縁です。これで熟語としての因縁となるわけですが、動機づけがあり、そして縁が働き、結果、現象が現れるという意味なんですね。この歌詞にも出てきました巡り合い。巡り合いも偶然ではなく、このご縁が働いているのです。ご縁で結ばれた巡り合いも、この曲の歌詞のように、いつか誰かを温めうるかもしれないと歌うように、良縁であれば良いのですが、あまり良くない縁という場合もあるわけです。ご縁にもいろいろな縁があります。この縁によって苦しみも生まれるわけです。嫌いな人、嫌いな会社の上司、様々な場面でそういう方にも遭遇することはあります。そんな時どうすればよいのか。嫌いな相手の性格を変えることなんて到底できません。好きなところを見つけてみる？嫌いな人の好きなところなんてなかなか見つけられませんよ。自分ではどうにもならない他人や環境を変えるよりも、因縁の因、すなわち動機づけ、原因ですね。それを変えてみてください。私の知り合いに会社の上司とうまくいかず悩んでいた友人がいました。
転職しようと休みの日に社労士の勉強をしていました。ひょんなことからこの社労士の勉強のことが人事部の人に伝わり、人事部に異動になりました。今は生き生きと仕事をしているんですが、彼は因縁の因、すなわち動機づけ、これを準備してました。それが縁を結び、人事部への異動という結果が生まれました。運が良かったんではありません。しっかりと準備をしていたからチャンスをつかめたんです。自分でどうにもならない他人や環境などの縁を変えようとするよりも、自分が変えられる自分の行い、すなわち因を考えることが大事なんです。自分の心がけを変え、行いを変えることによって縁が生まれる。未来はいくらでも変えられます。とは言っても、大変な状況に陥ってしまっている時に新しい縁を結ぼうと努力する気力なんて大抵は湧きません。私だってそういう時は何もする気にはなりません。そういう時は無理せず、今は縁を結べるタイミングではないんだと、ある意味開き直ることも必要です。悩みや不安にばかり対峙していて、そういう辛い時間を過ごす、そのようなことを続けるよりも開き直るという行動も心持ちも一つの動機づけです。このままずっと辛い状況が続くわけではありません。この音楽法話でも一貫して言っている諸行無常なんです。一枚の良質な布を作るように、縦の糸、横の糸と合うべき糸に出会える時、それが必ず来ます。その時がタイミングなんです。中島みゆきさんは歌詞の最後を、人は幸せと呼びますと締めくくっています。幸福の幸せという漢字を使うのではなく、仕立てるの死に合わせると表現して、幸せと表現しています。良いことも悪いことも、縦の糸、横の糸と重なり合い一枚の布になる。その布で誰かを温め、誰かの傷をかばえるのか、輝く絹の布になるのか、上質なビロードになるのか、普段の心持ち次第で縁が生まれるのではないでしょうか。それでは、私千葉健丈のアルトサックスでお届けします、中島みゆきさんの糸です。Mm-hmm.
月、出会いの季節です。縦の糸、横の糸と重なり合い、良質な絹の布になれるような、そんな巡り合いを普段の心がけで掴んでみてください。さあ、ここで御朱印プレゼントのご案内をいたします。御朱印プレゼントには音楽法話定期便の申し込みが必要です。音楽法話定期便とは、毎週配信していますこの音楽法話を月ごとにまとめて、毎月 CD にしてご自宅にお送りいたします。もちろん不況ですので無料です。これによりネット環境を気にせず、どこでもこの音楽法話を聞き返せたり、さらにインターネットが使えない方々にも聞いていただけるというものです。ネット環境を気にせず、車の中でね、聞いてるよなんてこともね、言ってくれますのでね、寝る前に聞いてるよなんて言ってる方もいらっしゃってね、ありがたい限りなんですけども。またインターネットが使えない方々、まあこの放送を聞いてる方々はね、ネットが使える方なんですけども、そうでない方にもね、皆さんにこの時期ですから特にね、この法話を聞いていただきたいなと思いまして、この音楽法話定期便の郵送ということをね、始めさせていただいております。そしてそのお送りする定期法話のね、 CD に御朱印の応募はがきを同封しますので、そちらでプレゼントはお申し込みいただけます。それではお申し込み方法です。番組のメール info@kappa.live info@kappa.live、 もしくは SNS のね、関連のダイレクトメッセージ、生息時のね、ダイレクトメッセージでも受け付けてます。あとはお電話でも受け付けるようにしました。お寺の電話番号、生息時の電話番号は0558320896です。お電話でも受け付けています。インターネットが使えない方々にもね、ぜひ聞いていただきたいので、皆さんお友達にも教えてあげてください。よろしくお願いします。さあ、番組もエンディングを迎えました。前回2月号の音楽法話定期便の CD をね、送らさせていただいたんですけども、たくさんのご応募いただきました。はがきでね、ご応募いただいたんですけども、メッセージをね、皆さんびっしり書いてくれましてね、本当に読んでてね、心温まったり嬉しくなったりやる気になったり、本当にありがたい限りです。中にはイラストをね、書いてくれたりとか、可愛くはがきを装飾してくれる方とかね、本当にありがたい限りですね。普段あんまり文字をね、書く習慣が最近はね、パソコンや携帯が普及してますのでなくなってきましたけども、こういうふうにハガキに文字を書いてね、メッセージを送るなんてことをね、やっぱり原点回帰、温故知新でね、続けていくっていうのはいいことなんだなというふうに思いますのでね、メッセージどしどしご応募ください。紹介できるものはね、紹介していきますのでね、どうぞよろしくお願いします。4月が始まりましたけどもね、心穏やかに皆さんが過ごせますようにお祈り申し上げますのでね、お体ご自愛してね、頑張っていきましょう。また来週お会いしましょう。お相手は生息地住職千葉賢女でした。どうもありがとうございました。